けど、見えますかこれ。はい、ミックスっていうのは、楽器があって歌があって、音楽にはこういろんな要素があるわけじゃないですか。でそれをそのまま同時にポンって鳴らすと、めちゃめちゃになっちゃうんですよ。でそれをうまく整理整頓して聞きやすいようにしようねっていうのが、まあ、ミックスという作業になるんですけど、歌ってみたの場合は、まあ、ボカロ P さんが作ってくださったインストの上に声を乗っけるっていうだけなので、今日は実際にそちらの曲でミックスをしていくんですけど、じゃあどういうことかっていうと、なんかね、なんかハテナが出て、なんかこのこれがインストだとするじゃん。でこれがボーカルだとするじゃん。でそのまま乗せると、まあ、こうなっちゃうわけですよ。こういう感じになっちゃう。なんだけどこれをうまいことこうこうやってね、馴染むようにして調和の取れた音源にするっていうところまで持ってく作業になります。ここまで大丈夫ですか？大丈夫？